皆さんこんにちは。今日は、2月26日の同じく通信をお送りしています。でこれはですね、5回目のですね、バイデン の政策ですね。5日目です。世界がバイデンに何を望んでいるのか、それからこれ大統領予定者って書いてあるんですけど、昨年の11月14日のエコノミストの記事なんで、そういうふうに書いてありますが、多くの要求に直面していると。まあ大統領令を50以上出してますけど、いろいろ課題がありそうですね。問題っていうか、まあ全て反バイデンという形で、反トランプという形で彼はやってるんですね。それとやっぱり民主党左派の圧力も結構あるようですね。これあれですね、軍隊の削減ですね。一番減ったのは、南中央アジア、これアフガニスタンとかイラクとかシリアですかね。あとはそう変化がないですね。で中身入っていきますね。フランスはアメリカに地域の紛争解決の支援を期待していて、ヨーロッパの安全保障に関して東地中海におけるトルコの拡張政策やレバノンやリビアの不安定な状況、リビアの不安定な状況がある。ドイツやフランスはアメリカの礼儀正しさや真面目な態度が戻ってくることを期待し、トランプのヨーロッパを分化するようなことは終了する。しかしながらオバマの時でさえヨーロッパにアメリカの関心がなくなっていくことを彼らは認識している。アメリカとの関係は絶対必要だとフランスの大統領筋は言っていて、また世界は変わってきているとも言っている。フランスはヨーロッパが自立すべきで違った形になることを望んでいる。マクロンはこの戦略的な自立性が NATO を否定するものではないとバイデンに説得する必要がある。まあ、トランプはね、NATO で各国が軍事費を増やせ増やせと言ってきて、まあ、関係が良くなかったし、まあ、ある意味ではトランプはヨーロッパを突き放した。軍事だけじゃなくて経済的にもですね。そういう方針はトランプ取ったんで、それで真逆のことをバイデンはするかもしれませんね。ただやっぱりオバマの時もそうですけど、バイデンはあまりその、まあ、戦争紛争に関与するってことはあまりしたがらないんじゃないかと思いますね。アフガニスタンの時 のオバマの政策にも彼は兵隊を増やすのは賛成してなかったですから、やっぱそこら辺はかなり消極的になるんじゃないでしょうか。安全保障ですね。ありきたりではないよ、ジョー。イギリスはアメリカとの貿易協定を望んでいて、ブレグジットによる損失をカバーしようとしている。アメリカとの特別な関係ができれば世界中に予想以上の成果が期待できる。しかしバイデンはアイルランド人の祖先だから、もしイギリスがアイルランドと北アイルランドの間に国境を設けるのであれば貿易協定はしたくないようなことを言った。まあ、そういうことはジョンソンしないでしょうね。まあ、どちらかというとそのままにそっとしておいて、まあ、うまくすれば今までのままにしたいというのがジョンソンの腹積もりだと思いますね。バイデンはジョンソンを外見上も内面もトランプと一緒だと言ったが、褒めて言ったのではない。ジョンソンがバイデンの勝利後2番目にバイデンに祝辞を述べた指揮者指導者だったことはバイデンの心配を幾分か和らげている。しかしイギリスはもはやアメリカとヨーロッパをつなぐ役割はなくなるかもしれない。まあブレグジットによってですね。でもどうですかね、僕は、まあ、どちらかというと役割が なくなるというよりも交流は続けると思うんですが、イギリスはですねアメリカと二国間協定をやって、それから
アジアはね、TPP に参加して、それとあと、コンウェルスのね、かつてのイギリス領土だった地域との交流も当然、強化してくるでしょうし、さらに中国と貿易をさらに強化するでしょう。そうするとね、ヨーロッパとの貿易っていうものをあまりこう大事に思わなくなる。逆にヨーロッパがですね、イギリスに対して、ね、脱退してもですね、交流関係を求めてくるかもしれませんね。そこら辺のところが定かではまだありません。中東においてイランとの核交渉を復活することは簡単ではない。多くの共和党員と民主党員の一部はイランを嫌っている。これはですね、根底にはですね、バイデンもやっぱりイランのロハニがやっぱこう近づいてきて、もう一回再交渉しようって言ってるんですけど、やっぱどうですかね、スープリームリーダーっていうか、イランのトップがですね、やっぱり反アメリカっていう、反米政策を取ってる限り、なかなかこれ、スムースにいかないでしょうね。でも、バイデンはやろうとしてるけど、ここに書いてるバイデンは、制裁を一部解除し、今後の協定の交渉をしようとするだろう。イスラエルや湾岸諸国は2015年の時よりももっと制約条件強化を望み、イランの弾道ミサイル計画や海下グループ、これは海下グループというのはへの支援というのはあれですね、何でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、支援に制限を設けようとするだろう。しかしながらイランはそうした要求に反対し、そうなれば彼らはバイデンに制裁の継続を求めるだろう。だから結局ですね、そう簡単にはイランともう一回戻すってことはできないということでしょうね。ロウハニが望んでいても、イランも最近、緊急選挙があるんじゃないですかね。で、しかも、ハードライナーが力を持ってきてるんで、そこら辺のところもかなり難しい交渉になりそうですね。ロウハニはだからそのスープリームリーダーからの圧力と、それからアメリカからのその要件との板挟みで、どういうふうにしていくんでしょうかね。あんまり進展はしないような気がしますね。トランプはアラブ諸国にイスラエルを認めさせることができた。バイデンはこの関係を引き継ぐ圧力のもとにある。ネタニヤフはトランプと近かったので、バイデンとの関係を修復しなければならない。とは言ってもイスラエルはアメリカ国内において強力な力を持っている。これはですね、トランプとイスラエルの関係とは全くバイデン違いますから、どうですかね、その維持できるんですかね。できないんじゃないですかね。イスラエルはアメリカ国内において強力な力を持っていると言っても、パレスチナはトランプの時の敵対的な動きを反転することを望んでおり、ワシントンへの外交使節団をやめたり、援助を削減してきている。しかし彼らはアメリカの大使館をエルサレムからテルアビブに戻すようなことは考えていない。パレスチナね、多くの諸国はアメリカ軍がアフガニスタンから撤退することを遅らせるように求めていて、カブール政府とタリバンとの戦いが激しくなっているからだ。それはそうですよね。アメリカ軍をどんどん減らせれば、タリバンはその農村地帯から逆に都市へも攻めてきますよね。またイラクに関与することも望んでいて、ISIS が活発になってきている。ここら辺のところは多分ですね、トランプと違って、トランプ一緒かもしれませんけど、軍隊を減らしていくっていうことは、しばらくトランプと違って引き延ばしは済みますけど、やっぱ今年どっかで撤退するでしょうね。結果としてはカブル政府はこれ汚職と内紛が頻繁にあるんで、いずれにしても崩壊しますよね。イラクに対して出兵するかどうかっていうのも、これもかなり微妙ですよね。ロシアは逆に狙っているかもしれませんね。ISIS についてはシリアで懲りてますからね。結局アメリカが中に入っていっても、ISIS を滅ぼしたのはロシアでしょ。ですからこれのところはどうですかね。いずれにしてもバイデンは兵を出すことに対してはあまり積極的ではないと思いますね。そういうことですね。
まあ、ただヨーロッパとの関係はやっぱりトランプ以上にきちんと関係をつなごうとするでしょうね。 NATO も含めてね。トルコどうするかですね。トルコについてもやっぱりあれでしょうね、もっとトランプの時以上に関係を良くしようとすると思いますね。やっぱりそのロシアにミサイル、ロシアにミサイル入れたりして、ロシアと距離を縮めたりですね、上海機構により参画しようとしたりということは、やっぱり中国やロシアにトルコが向かっていくことに対してはアメリカの国益に反してますからね。それはなんとか中東というかヨーロッパと中東をつなぐ核ですよね、アジアをつなぐ。ですからそれは力を入れていくでしょうね。まあ難しいと思いますけどね。で、軍隊の派遣はかなり慎重に行うでしょう。まあそういうことですね。